人生の品質向上委員会第17回始めていきたいと思います。えー、私はすけさん1984と申します。はい、D マコットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。このポッドキャストはですね、人生をどうすれば豊かにできるかということを探求していくポッドキャストになっております。ハッシュタグの、えー、シャープ i q o l で Twitter、えー、とかで。 ツイートしてもらえると、それをお便りとして紹介させていただければなと思うんですけれども、えー、最近めっぽ、滅、え、法、ー、滅法というか、全く、えー、お便りがなくてですね、えー、寂しい思いをしているということなので、<laughs> ぜひ、えー、お便り、ご感想、ご意見、えー、苦情、何でもいいんでね、ぜひツイートしていただければなと思っております、はい、お願いします。待ってます。 待ってますであのまあいいや、えー、公式サイトは、えー、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL です、えー、そちらの方に各回の、えー、小ノートを貼っているんで、えー、よかったら見ていただければなと思っております以上ですかねそうっすねはいじゃあお便りいきましょうお便りお願いしますとりあえずいつですかね はいじゃあいきます、えー、そういえば15話の離脱率で思ったけど一番頭30秒くらいにその回の一番決め台りふみたいのを入れるのどうですかよく見てる YouTube トークでは10秒くらい入ってて本体の内容が気になるようなこと言ってますねということらしいですなるほどこれはあの15話であのー 最初の2分30秒で離脱してしまう人が多いという話があったんですけれどもはい、はい、多分それの話ですかねその対策っすよねそうですね、はい、あのハイライトというかあの気になるメッセージを最初に入れてみるのはどうかということですねそうですねどうしますこれやってみますかいやまあできたら、まあ、面白いかもしれないですけど結構難しいんじゃないかなと思ってて。はい そうですね、月さんの編集技術がちょっともうちょい必要なのかなっていう気はします、ね、<laughs> ちょっとじゃあこれやってみますよ17回 <laughs> まあでもすスッというなんていうか流れが問題なければいいですけどねそうですねじゃあえ頭にくっつけただけだとまた変になるかもしれない <laughs> 確かにあのじゃあ今からこれ後で編集なんですけど、はい、今から すごい一番僕はこれやって思ったやつをこの後に挟みますねほ<う>聞いてる人はちょっと何、はい、だろうんやろうなって思わせる <laughs>、はい、<laughs> まあ一言かもしれないですし、はい、まあ僕と孫さんが何か話してるのだけかもしれないですけどちょっとそれはもうこれから何が起きるか次第なんで、はい、まあどうなるかわかんないですけど。 どう振りますかねそれはいやもうどうなんすかね今後の話は長い次第じゃないですか <laughs> <laughs> なんかどっちかから <laughs> じゃとりあえず枠だけ届きますか今から <laughs> まあそうっすねじゃあえ今週のハイライトどうぞお聞きくださいなんかいろいろ工夫すると結構倍ぐらいになったりするんで簡単にえなんか結構工夫した方がいいですよ っていう感じでですかかねでなんハイライトが出たはずなんで、なるほどすごいですね、これは。<laughs> これ、めちゃくちゃ気になるんじゃないですかね、この内容は。<laughs> そうっすね、もうこれは聞くしかないですね、うん。いや、これ、最後まで聞いていってもらえばなと思います。楽しみだ。楽しみですね。はい、はい。じゃあ、えー、このお便り、採用させていただいたということで。はい えー、まあどうなるかわかんないですけどっす、ね、やっていきたいと思います <laughs> えーっとあ今日は何からいきますか今<日>進捗の話がありますね今日は100リストいきます100リストっすね、はい、まずはいきましょうじ山越さんからいきましょうえーっと僕結構映画見てあの DC 系の映画を一気に見ましたねおおすごい まあ具体的にはリストに書いてたジャスティスリーグとワンダーウーマンとアクアマン見ました。あのジャスティスリーグとワンダーウーマンはネットフリックスで見て、アクアマンは映画館で見ました。はい。なるほど。どうですか今朝見ましたこの三つのうちどれかいや、どれも見てないです。見てないですかうーん正直、一番楽しかったのはジャスティスリーグですね。なるほど。どう,うどういう。映画どういう。あの、はい 全然聞いたことないですかどういう映画か。いや、全く初耳っすなんか、DC、なんか m c の話ちょっとこの前しましたけど、はい、その DC 版があって、うん、あの DC コミックスっていうまあ漫画雑誌のヒーローが出てくる映画、しかも同じ世界っていうのが DCEU って言うんですけど、また、はい、DC シネマティックワールドってことですか <laughs> DC エ x ステンディッ u ユニバースらしいっすね。うん。ま、それが、あなんか、シリが反応した。<laughs> <laughs> やばいやばい。ああ、<laughs> っくりした。で、<laughs> はい。あの、その、いろんなヒーローが集結したのが、ジャスティスリーグっす、ね。なんか、アベンジャーズに。ってことですね。そうっすね。相当とするのが、ジャスティスリーグ。展開一武道会みたいな感じですかドラゴンボールで言うと。 まあ、お互い、あんま争ってないですけど、まあ、大体そんな感じです。うんうん、なるほど。はい、オールスター集結ってことです。そうですね。DC って代表的なヒーローは誰でしたっけ、えー、スーパーマンとバットマン。うーんなるほど。はい、あじゃあ、どっちも出てくるんですか、それは。出てきますへ。ジャスティス。はい、敵がいて。敵音いますね。ボスがいて。いますね。ボス,もボスと戦うと。協力して。はい、そうですね。 なるほどまあと、なんか、他二つの、ワンダーウーマンとアクアマンは、まあ、好きな人いたら申し訳ないんですけど、僕的には微妙でしたね。<laughs> な<あ笑>はい。どの辺りが微妙なんですかまあ、なんだろう。まあ、僕が思ったのは、普通の、なんか、あんまり話に特徴がないっていうか、うん。なんか、ワンダーウーマンとか特に、ワンダーウーマンらしさがあんまないっていうか。ワンダーウーマン ラシさーが出てる別の映画はあるんですかないっすね、今のところ <laughs> え。コミックスと比べてってことですかうーん、なんだろう。他のマーベルの映画と比べてかな。なんか例えば、アイアンマンだと、うんこう、トニー・スターグが技術を使って、スーツを作って、うんうん、なんか開発してとか、そういう技術を中心に回ってたりするんですけど、はいなんかワンダーウーマってそういうあんまり 中心にななるものがなくてああ特徴がないってことです。そうですね。なんか普通に強い人の活躍劇みたいになっちゃってて,って思いましたね。w o ン d e r w o は MCU?DCEU、はいえー、です。DC か。はい、なるほどア。アクアマンも DC です。はい、ジャスティスリーグも DC だが全部 DC ってことです。です DC で一番面白いのは何なんですかジャスティスリーグ。<laughs> ああ。今回一番 よかったっていうのが一番良かったってことですか今までで。そうですね。これで映画は全部 DCU のは見たのかな。ふん。でも一番楽しいなって思ったのは、あの、ジャスティスリーグでしたね。なるほど。アクアマンでなんか映画館で見たんですよね、アクアマンは。そうですね。はい。どうでしたなんか、長い。<laughs> ひたすら長くて。 まあこれまた好きな人いたら申し訳ないんですけど、なんか結構話がコロコロ変わって、なんだろう。<laughs> ただ長い感じに,になっちゃってる気がしましたね。何時間あるんですか 2>, ?2 時間半。ああ、150分。そうですね、そんくらい、ね、ダークナイトと同じぐらいですか、す多分。はい、すごいな、結構長い。まあこれも結構映像が綺麗みたいな言われてて、なんかアクアマンっていう名前、 の題名通りなんか海の中が主な舞台で、なんかそういう海を操れるっていうか、そういう主人公で、うん、なんかその映像がすげえ見せ方が綺麗みたいなのは話題になってるんで、ちょっと興味あれば見てもらってもいいかなと思いますね。ね赤もん、誰か、なんかポスター話題になってるやつが。かもしれないです。見たことありますね、このポスターは。そうですね。 そのアクアマンを演じた人はかっこよかったっす、ね。誰ですかそのジェイソン・モモアっていう俳優なんですけど、ん<ー>めちゃごつくて。<laughs> いや、ごついっすね。そうなんですよ。ポセイドンみたいなそそううでですす感じなんですか言ってみれば、はい。まさにそんな感じっすね。あ海って聞くと、何や、ウォーターワールドを思い出しますけどね。あー、なんかそんな絵があったかもな。誰でしたっけ 結構前っすよね、ウォーターめちゃくちゃ前っすね、ウォーターワで、あの、ユニバーサル、え ?20 年以上前。めちゃくちゃ前っすね。ウォーターワールドって、ケビン・コスナか。はいはい。主人公が。あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるんすよね、そういうアトラクション、ウォーターワールドの。ああ、あったかも。前は水族館みたいなやつなんですけど。はい。あの、バイク、水上バイクみたいなやつで、あの、水ぶちまけてくる。 そうです。結構面白い。みんな外国人がやってるんですよね。演者が。だから結構本場っぽい感じが。ああ。ありましたね。なるほど。悪魔も。東方シネマズですかえっと、新宿のバルトナインで見たんで。バルトナインか。バルトナインか。東方シネマズではないのか。バルトナインは。わかんないですね。 でもそこであのなんだろう映画館内の売店というかコンセッションが並んでるのを見て、はい、スケさんを思い出しました。<laughs> やっぱり並んでました。結構並んでましたね。ああ、バルト9でもダメなんか。でもなんだろう、進むスピードはそんな遅くなかったんで、うん、まあそんなオペレーションは超遅いってわけじゃなかったと思います。なるほど。はいまあ、東北シマズも相当遅いですから。<laughs> はいはい な感じですか ?DC。DC も達成ですかじゃあ全部。達成ですあ。じゃあ映画見る系は全部達成。映画。まだ。いや他にもあるんかそうっすね。他にも映画はずらっと並んでるんで、まだまだす、ね、確かに、はい。いいっすね。次行きますか次、じゃあケさんの方お願いします。あれ、残りの2つはいかなくていいんですかあれ、これ順番の方がいいですかそれとも一気に行った方がいいですか一気に行っちゃいましょう。一気に行って僕のターン行きましょう。次は。じゃあ次はあと、 友達とイチゴ狩り行こうという約束してて、まあ、それを実現しましたね。イチゴ狩りがなんかバスツアーで行ったんですよ。一日の。うん。ハトバスツアーみたいな。うん、まあそれ僕人生で初めてだったんですけど、結構楽しかったですね。結構いいって言いますよね、なんかバスツアー。スケ、ね、さん、行ったことあります僕はあったかな。いや、家族では行ったことありますね。はいはい、お正月にハトバスでそれこそ。 お,うお正月の1月1日やったかなあれ東京に観光に来たんですけど、はい、その時にあのいろんな初詣をツアーでやるみたいなやつには参加したことありますねバスツアー。おばあちゃんいておばあちゃんが見たいって言ってた靖国神社とかいろんなあのやつをバスで回れて結構良かったですね。 なんか僕は茨城まで行ったんですよね。で結構楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです、ね。どういうツアーなんですかイチゴ狩りだけじゃないですよね。イチゴ狩りだけじゃなくて、なんかまずサツマイモの博物館みたいなのがあって。ほあとで貼っときますけど、なめガファーマーズビレッジっていうなんかそういう施設があって、まあこれがまた楽しくて、僕サツマイモむちゃくちゃ好きで、あの家で焼き芋焼いてるくらい好きなんですけど。<laughs> で石焼きいいもんですかまあ石焼きではないですね、普通の焼き芋。<laughs> うん買った方がいいんじゃないですか<の>なんか見たことありますよ、テレビで。え、買うっていうのは何をですかあの、さつまいも焼く機械。あ、そんなあるんですかある、あるみたいですよ。まあ、美味しく焼けるなら欲しいっすね。この前テレビでやってるの見,見ましたねほう。なんかそこでなんか見学した後、焼き芋と大学芋を見てもらったんですけど。 これがちちゃくちゃくくうままて感動しましたさつまいもの焼き芋とさつまいもの大学芋。そうすなんか銘柄みたいなのがその茨城の名産の銘柄やったりするんですかそうですね。なんだ茨城ゴールドだっけなとかいう品種で、僕それまで聞いたことなかったんですけど、その品種。でもめちゃくちゃうまくて感動しましたね。さつまいも博士ですもんね。そうです僕さつまいもそうでもないんですよね。焼き芋というか。 あんま食べないですか焼き芋とか。あんま食べない、食べないな。なんか、結構さ、家の近くのスーパーとかでも焼き芋すげえ売るようになってて、あと、ドンキョーテでも焼き芋が売れてるみたいなニュースがちょっと前にあったりして、なんか、じわじわ焼き芋ブームが来てんじゃないかなって思ってて。確かにな。テレビでもなんか最近よく見る気がしますよ。あ、そうなんですね。うん、なんかね、なん、なんとかっていう、 なんとか系、なんとか系みたいなやつやってました。ああ<ー>。ネットリホクホク系。そう,そうそう。ありますね。ありますよね。それはなんかどれかが好きとかあるんですか僕はネットリ系の方が美味しいです。うん。いやなんかいろんな、あの、さつまいも焼き芋が食べれる店みたいなのがあるみたいですね。あいいっすね、行きたい。うん。そういう感じなんですか、そこのさつまいも博物館も。 うーんどうだろうな,なんかでもレストラン食べ比べはできないかなうんでもレストランがあってあとパン屋とかあってなんかすごいやさつまいもを使った料理とかパンとか置いてあってナメガタファーマーズビレッジそうっすすげえ楽しかったですねあさつまいもだけじゃないんですねそうですえー、いろんなのがあるとでもその工場見学はまさにさつまいも になんかテーマで、さつまいもがテーマで、まあ、これをめちゃくちゃ楽しかったです、ね。焼き芋ファクトリー、何があるんですかそんど,んどんなものがあるんですかその工場っていうか、そのファクトリーには。なんかまず、さつまいもの歴史みたいなものを展示してたりとか、さつまいもの成分みたいなことを展示してたりとか、あとなんか、さつまいもはこうして収穫して寝かしてみたいな、出荷までを長いとか。 あとお菓子作る様子とかありましたね。ええー、さつまいも掘りはよくやりましたけどね、昔。あ、そうなんですね。芋掘り。やんないですかやってなかったですかいや、さつまいもはなかったですね。芋掘り。北海道は、はい。じゃがいもの産地なんで、あ,あ、そっかそっか。じゃがいも掘りならなんか学校のイベントやりましたはい,、はい。さつまいもでしたね、僕は。なんか、まあ、じいちゃんちがさつまいも作ってたんで、じいちゃんちでもやったし。 小学校の時もやった感じっすね、えー、いや難しいんすよねさつまいも掘りってパパッと掘ったらすぐ出てくる感じじゃないですかあのねなんかちょっと周りの土とかをあのなんていうかな耕さないと,というかそのちょっとかき分けないとうまいこと出てこないんでへえ<ー>スコップであの周りちょっとかき分けてで引っこ抜くんすよねう<ー>ど スコップってな、あの、何ですか <laughs> マゴスさんにとってのスコップって。ああ、僕スコップって言われると、結構でかいの。ああ。なんか片手で持つもんじゃなくて、<laughs> 両手でこう、腰入れて彫るようなものをイメージしちゃいますね。そう、シャベルですね。ああ、これ、有名な話ですよね。<laughs> 関西と関東で、そのシャベルスコップの意味が逆になってるっていう。<laughs> え、マゴスさんにとってシャベルは、 手で持つやつやなんか幼稚園児とかが肩でこう <laughs> 掘るようなものイメージします、ね。そんなことになったら大変なことになりますよ。<laughs> スコップですよ、みんな。ああ、やっぱ毛穴です、ね。花壇、えー、で。花壇はい、はい、で作業するのはしスコップです。なるほど。なんで、そのジャガイモじゃがいもじゃさつまいも掘りるときはスコップ。手で持つ。右手に持って、スコップでこうかき分けながらさつまいも掘りする。<お> <laughs> <laughs> なるほど。<laughs> 感じですね。はい、で あの結構でででかいんん、ね、サクッといっちゃうんですよね結構あの、はい、横にこうちゃんと綺麗に取れるんじゃなくてサクッとこう切り取っちゃうというかあ折れちゃうっていうかそうそうそうはいシャベルでこう一気に掘り起こすっていうこともありますけどねはいあの周辺をでもそれでもやっぱり切り落としちゃうんで、はい、難しいですねへえーうん、よくやりましたさつまいも掘りは。 さつまいも博物館行って、はい、でイチゴ狩りですかそうせあと他にもどこ行ったっけなえー、っと明太パークって言われるはいなんか明太子の店明太子を作ってる会社の、うん、その明太子を作ってる、まあ、ちょっとした展示っていうかそれも博物館っていうか、うん、みたいなのがあってそこも行きましたねええーはい 博多じゃないですね明太子って <laughs> そうっすねこっちにもありましたねうんそれまた明太子食べてそうっすね結構食べますね<っ>なんかこのツアーはそうっすねあともう一つまだありましたはいあと納豆の工場行きましたえー、納豆おかめ納豆のタカノフーズっていう会社の工場、はい、そこで納豆が作られる様子を見学して、まあ、そこでも納豆の試食 あったんですけどそれも納豆の工場面白かったですねえー、納豆苦手な人は辛そうですね。<laughs> そうっすねまさにすごい匂いしそう。でも匂いはそんなひどくなかったかな。あそれこそ関西の人とか納豆苦手な人多いとか言いませんえ逆ちゃいます関東でしたっけえ忘れました。どうでしたっけ僕は全然納豆得意ですよ。す関西嫌いなんでしたっけ ああ、確かに納豆嫌いのは本当ですかっていう。そう。知恵袋ありますねす。って言われてますけど、スケさんは大丈夫と。僕は好きですね、納豆。<ー>納豆って自作できるらしいですね。ああ、らしいですね。でもなんか、工場見学の時でも、普通なんか似た、似てないかな。なんか、大豆にプシュッとなんか、菌をかけて、納豆菌をかけて、そんで寝かせて、そして数日後、みたいに、明日がなんか一日くらいで、 納豆の出来上がりみたいなそんな様子を見ましたすごい、はい、家庭を見れるわけですね納豆のそうです、はい、すごそうやな確かにでもた工場見学って楽しいですよねそうっすね僕は今まで行ったことあるやつやとあのー、カカオ豆のチョコレートの工場とかか <laughs> すげえあとワイン工場も行ったことあるのとあとはビール工場<ー>ウイスキー工場ははい、はい,はい、はい、その辺は行ったことありますねほう あとは何かあるかななところか。うん。納 <laughs> 豆。たまにそういうの行くと楽しいですね。確かに。非常に。あとやっぱ、茨城まで行くと全然都会じゃないんで、うん。なんかいい意味で田舎の空気を吸って、はい。あの、すごい、なんか気分もリフレッシュしてました、ね。いいですね。はい、茨城は、あのー、なんだっけなんだロッキンロッキジャパン。 あフェスフェスの会場であります、ね、確か茨城のひたちなかかひたち海浜公園でよくやってますけど<う>それで行ったことありますねいちごはどうでしたいちごはすげえ美味しかったですねうん何個くらい食ったろう4050くらい食ったかなそんな食えるものですか <laughs> 食えましたね <laughs> なんか品種も イバラキッスっていうなんかイバラキの品種、はい、で、まあ、そこまで詳しいわけじゃないですけどでもすげえ美味しかったですイバラキッスイバラキッスあ茨城キッスあんま出回ってないですよね多分あおいしそうビニールハウスみたいなのに入ってひたす,すら思い出は食べるみたいなそうです感じですかですはいスケ<ー>さんいちご 好きっすか食べましたいちごは結構好きっすよ、はい、あの食べますよ今年もなんか送られてきたやつ食べましたけどお<ー>これまたねじいちゃん家で栽培してたんですよねい,いちごなんでそのあの時はよく行って食べてましたけどねなるほど思い出うん結構美味しかったなんであのバスツアーおすすめだぞということでとりあえずそうですねこれはちょっと今日のテーマにもつながりますからそうっすね またその話しましょう。はい、最後行きますか最後は、あと友達がいて、まあそれはいるんですけど、はいはい、<laughs> 友達にお土産渡す、お土産渡すっ,つってて、はい、なんか半年以上渡してない人がいて。<laughs> 大丈夫ですか腐ってなかったですか大丈夫です。保存が効くお土産だったんで,正です。なるほど。まあその人に予約あって、お土産渡せましたっていうことですね。北海道の方ですかああ<ー>、そういうわけでは、ね、ないです。 東京で。そうですね。あの、東京に住んでる人です。東京やったらすぐ会えそうですけどね。まあでもなんだかんだ、なんだかんだと。そう。お互い仕事周り会えず。まあなるほどなるほど。はい。これ何な,な,んなんですかちなみに何のお土産かとかって聞いて大丈夫なんですかあのお菓子ですね。北海道のお菓子。はい。お渡しました。あ,あ,はい、あれですかえパターサンドですかパ <laughs> ターサンドではないです。でも同じ六花亭のチョコ。 とかししまたあいいですね。ようやく渡したと。いいですね大事ですからね、そういうつながりは。もう食べちゃうけどな、俺やったら。そういうことはダメですね。北海道のお菓子、おいしいもんが多いんで。確かに。多少そういう約はありましたけど。もう食っちゃおうかなみたいな。 そこは我慢して渡せましたと。はい、偉いですね。はい、そういうの入ってないな、俺の100リストには。誰々と会う人に何かっていう。つけさんリストはあんまこういう名詞が出てこなかった気がします。ないですね。滝川若いぐらい。そうっすね。かもしれないな。土井さんと。土井<い>さん <laughs>。確かに。そういう人いないですか。しばらく会ってないけど、今年あの人会いたいなみたいな。 あー結構いますよそれで言うとう、うん、じゃあそれ追加したら1百三十3 0くらいいくんじゃないですかいやでも多分会わない会わない長年会ってない人とか結構いるんですけどほ<う>会いたいですね久しぶりになるほど、うん、結構僕もいろんな多分真穂さんもそうだと思いますけど、はいろんなコミュニティの人と多分人生で 出やってきたわけじゃないですか。そうですね。節々で。はい、なかなかその,あの直近のコミュニティの人とは会うけど 2>,、はい、2, 2個3個前ぐらいのコミュニティになるとあんま会わないみたいなんてないですかありますね。うん。僕大学時代の人とか全然行きがないです。そう,そうそう。 よく遊んだりとかしてたと思うんですよね。うん。だそういうのってなんかもったいないなというか。ですね。な、何んなんですかね、それは。まあ、それこそ、ミクシーの出番じゃないですか。<laughs> <laughs> なんでそれになっちゃうんかなっていうのはありますよね。確か、ミクシーもそういう意図がありましたよね。ああ、確かに。し,しばらく連絡取ってないけど、あの人どうしたんかなみたいな。確かに。 いないっすねいないっすね、はい、いや結構大事だと思うんですよねそういうコミュニティどん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 コミュニティで移っていくんですけどはいなんか別に直近だけじゃなくていいやんって思いますけどね <laughs> そうっすねうんなんか結構みんなそうなんかないやーみんなどうなんだろうな、まあ、僕もケさんと多分似てるような感じだと思うんですよ、うん そう僕はもうかなり移り変わっていってる感じはしますね。ですね。うん。比較的その真琴さんとかとのコミュニティはあは続いてる方なわけ続いてるって言ったらあれですけど。そんか疎遠、ね、になりにくい感じになってて。これは多分、何なんですか、スラックとかがあるからなんかなって思ったりしますけど。やっぱスラックはでかいですね。さらに我々はミクシーが加わってるんで。そうですね。二重になってますからね。 <laughs> <laughs> そう昔は何人でコミュニケーション取ってたのかな ?LINE とかですか今だと多分。LINE、まあ、もそうだうな。ラインもひ比較的最近ですからね。うん、それ以前となるとどうですかメールとかじゃないですか。ああ、確かにな。何なメール。メールスカイメーリングリストとかありましたよね。ありましたね。作ってましたなんか友達とかと。ありました、ありました。ですよね。やってたな。 大学初期くらい。はいはい。僕は。そうですよね。はいはい。確かに、な何でコミュニケーション取ったの l i n e メール、スカイパー。うん。マジで、マジで分からんぞ。何でコミュニケーション取ってたんや。グループ。グループ。グループで連絡取るってことはなかったかもしれないですね。そもそも。本当ですか。飲み会、どうしてたんやろメーリングリスト。メーリングリストですか。なるほどな。 すごいな。はい、アプリってもんがなかったもんな昔は。ないっすね。うん。あ、ミクシーか。それこそミクシー。ああ、ミクシーのグループ掲示板みたいなやつやってたか。ああ、それもありましたね。うんなるほどな。いや、結構大事だと思うんで、はい、皆さん、あの、最近連絡取ってないなって人と連絡取ったほうがいいかなと思います。はいうん でもなやっぱ LINE ってどうなんですかみんなそんなメッセージのやり取りってしてるもんなんですかねいやでも LINE でもそ遠になっちゃったらもう連絡取らないとかあるあるだと思いますね。そうっすよね。飲みに行こうやっていうのがあったりするときだけ連絡するけど、普段なんかあー疲れたわーみたいなそういうこと別に LINE で言わないですよね多分。わ、ね、かんないけど。一応 LINE でも Twitter 的な使い方でできる。 と思うんですけど、はいはい、でもあれを使っている人ってほとんどいないと思うんですよね。見たことないす、ね、ですよね。うん。なんで、大体、連絡せず。そうなんですよ。<laughs> はい、と、僕はスラックのグループ作ってる人とだけ、まあ、つながってるというか、話したりする、近況を知ってるっていう感じ。なるほど。な気がしますね。はい、うん。まあ、確かに、あんまり連絡取ってこなかった人と。 連絡取る特にあの多分直近連絡を取るとか関わりがある人ってなんかまあ会社の友達とか同僚とかだったりするかもしれないですけど、はい、まあ新しい知見というかなんか新鮮さというか新鮮さっていうとちょっと違うんですけどなんか新しい発想を抱かせてくれるのは多分昔の人とか。 その最近あんま話してないなーっていう人からの方が得られるかもしれないですね。そうですね。情報源が違ったりしますし、はいうん。うん。いや、確かにな。僕もそういうのをちょっと追加しようかな。あとまあ、新しい知見を得るなら、このポッドキャストを聞いていただければね。まあそうですね。<laughs> 知見の方向って言われてますかそう。そうですね。ん <laughs> なところですか。はい、私はい。じゃあ僕の方もサクッといきますか。はい 僕あんま進捗しなくてあのー、いつものコースエラこれまだ2週間たって1個しか進んでないっていうんでちょっとまずいですね8週目が終わったんですけどあと3つなんですけど8週じゃあ全部で11そうです<お>91011とあと残ってるんで、はい、もうここは一気にガッといかな,なと思ってます、はい、ちょっと遅れ気味ですけどあでもまああとちょっとでいけそうってう感じとりあえず現状はこの結構学びは多いんですか そうっすねあの勉強になってますねの振り返ったらうわすげえ知識増えたなーっていう感じはするんですかしますね結構いろいろ分かってきて<ー>うんいいっすねあとはまあ知識もそうですけど実際こう手動かすっていうのがあるんで、はい、それがやっぱ一番良かったなーっていう感じはい、はい、まあでもまだこの同じレベルで教えられたりとかする感じじゃないんで、はい まあちょっと繰り返し別のものとか書籍とかでまあ学んでいけたらなって思ってますね。なるほど。うん。まあ最近見つけた本で結構いいなと思ったやつがあって、はい、あの「TensorFlow 機械学習クックブック」っていう本を見つけたんですけどほ<う>これはあの機械学習をあの TensorFlow、まあの使い方を通じて学んでいこうっていう本で TensorFlow っていうのはあの 前もちょっと言ったかもしれないですけどあのプログラミング言語というか、はいまあ、Python で書かれたライブラリーと言っていいのかなほ<う>多分そういうものなんですけど、はい、Python もプログラミング言語ですね。はいうん、でその TensorFlow っていうのがちょっと独特なその機械学習とか、まあ、特にディープラーニングですねにあの特化したというかちょっと使いやすくされているものなんですけど。 まあそれを勉強しながら機械学習を勉強できるっていうのがあって、それもなんかかなり実践的で、まだその今やってるコースラと、まあ同じような内容も、かぶってるような内容もあるんで、それを一緒にやればかなりあの身につくんじゃないかなって思って、結構おすすめです。なるほど。っていうのがありましたと、はい。で、えっ、ー、と、同じように機械学習系のところでいくと、 カグルに参加するっていうのがあったんですけどあの例の、えー、最初はタイタニックのやつですよねそうです、はい、よく覚えてます、はい、<laughs> あのコンペティションのサイトですねデータが与えられて、えー、<laughs> それに対する予測をするっていうののスコアで競争するっていう、はい、でこれ一旦登録だけしてみましたっていうあの報告なんですけど なるほどまだ提出はしてなくてどういう課題かっていうのを、えー、見て、はい、でそれに対してなんかいろんなカーネルって呼ばれる何、まあ、ていうんですかね他の人がやってる取り組んでる様子が見れるんですけど、はい、それをちょっと読み始めたみたいなくらいなんですけど参加は多分サブミットしないとまだ参加とは言えないかなと思うんですけど、はいで、一旦今登録したのはペットファインダーっていう会社かな多分。 が提供してるコンプでそれはえっとまあペットの犬とか猫の情報がまあデータとして与えられて写真とかあと年齢だったりとかあと名前とか性別とかまあ基本的なデータが与えられてでその聞くペットのまあ売買をしてるまあ海外のサイトだと思うんですけどであの できるだけ早く引き取り手をあの見つけてあげた方が、まあ、ペットにといてもすごい良いだろうっていうんでどういうペットがどれぐらい見つかるまでにどれぐらいの時間かかってるかっていうのを、まあ、予測するそういう、まあ、1週間以内なのか1ヶ月以内なのか3ヶ月以内なのかみたいなのを、まあ、このペットであればこの属性のペットであれば 1>, まあ1週間以内でしょうとかっていうのを予測するコンペですね。なるほど。うん。まあそういうのがあって、それちょっとやろうかなと思ってます。それゆくゆくは入賞できそうっすかいやー、どうかな。<laughs> まあ、チャレンジじゃないですかね。ちなみに、その参加人数どんくらいいるんですか参加人数はどれくらいかな調べてみよう。1万人とかいたらさすがにちょっと。 ハードル高そうな気がしてきます100人未満とかだってなんかワンチャンの方。リーダーボード見たら1500人ぐらい。1500か。微妙だな。ですね。1500で5位以内がお金もらえて<お>10位以内かなだ、13位以内かが金メダル。75位以内が銀メダル。なるほど。 で150以内が銅メダルなんで上位10%以内に入ればメダルがもらえるって感じですね多分なんか頑張ればいけそうな気がするそうですね、はい、なんか慣れてくればいけるんじゃないかなって思ってます、はい、それも期待ですねそうですねまあちょっと来週あの知り合いの人と一緒にちょっとあのトライしようやっていう話をしてるんで <laughs> まあその辺もちょっとこう来たいということで、はい、でえー、っと 3つ目が、ポーカーもうちょっとちゃんとやるっていうのがあって、で、マゴスさんと一緒にポーカーを行くっていうのがあるんですけど、マゴスさんとは一緒にまだできてないんですけど、オンラインのポーカースターズっていうのがあるんですけど、はい、これを、あの、また始めて昔ちょっとやったことあるんですけど、また始めてみて、ちょっとやってみてます。ちなみにルールは何でやってるんですかえっと、テキサスホールデムですね。はいはい。はい。あの、一番メジャーな そうですね。多分、世界でめちゃくちゃ人口が多いんじゃないですかね。そうですね、多分。うん。なんか、好きな人多いじゃないですか、ポーカー、結構。うん。いないですか,か周りにはいないっすね。あ、本当っすか結構いるんですよね。<ー>僕のボードゲームつながりの人とか、<う>結構その、わざわざ海外遠征行ったりとかしてるような感じですけど、すげえ。やってますね。あとなんか、昔の、 会社の人がプロになりましたとか言ってたりとかうん結構いますね。なるほど。ガクトとかもやってますよね。ガクトポーカー。そうなんですね。GACT やってますよ、ポーカー。あの、なんか世界大会とか出て、あの、ラスベガスでやってるってしますあ、なんか知ってるかも。W、なんだかな、WSOP かなんか、そんな、ワールド、W、ワールドシリーズオブポーカーか。はい っていうあの参加費100万円するやつマジっすかがあるんです。これのねあの、レポートを読むのが僕結構好きで、僕もちょっといずれポーカーやれるようになりたいなっていうんで、はい、あと日本に日本もカ事の解禁されますよね、もう時期。ですね。まあその時にちょっとやりに行きたいなって思いますけど、ポーカー、はい、もしできるなら。はいはい っていううんでちょっっとやってみようかな、まあ、いろんな人とポーカーできたらなんかコミュニケーションの幅が広がるかもしれないな。海外のわかんないけど。僕、ポーカーオフでやるときは、はい、サングラスしていきますね。<laughs> <laughs> 結構ーー、はい、多くないですかサングラスしてる人。多いですね。多分読まないためですよね、うんえー。目が泳いじゃうっていうことですか。<laughs> はい、確かにな。 あのフードかぶってる人とか結構多いっすね。あじゃあ、フードかぶってサングラスしていくんで、僕は。うん、<laughs> 行きましょう。はい、あの僕はあのい四ツ谷にある、なんか、なんだかなあの、ポーカーアカデミーみたいなやつ。なんか、あったかな四ツ谷にあるんですよね。<laughs> JCS ホールデムっていうところが運営してる。日本カジノスクールが運営してる、えー、教室があって、はい、これに、あの、 同僚に連れて行ってもらって一回やったんですよね<う>、うん。なんか毎週土曜日とか大会やったりとかしてて<ー>結構勉強になって面白かった。なるほど、うん。ぜひ一緒にやりましょうということで。はい、であとは読書メーター50件登録で2冊本を読みました。ほう。はい。本を読む。週間で、あ、2週間で2冊。そうですね。前回本を読む、前回、前々回かな。 本を、はい、読む本を紹介したと思うんですけど、はい、それを登録したのとあとバベル旧作っていう「あのマきメマなぶ?マキメマナブ」って知ってますいや知らないですね。マきメ学ぶってあの,あの作家がいるんですけど、はい、結構僕好きなんですよね。はい、あの鴨川ホルモンとか知らな,な知らないですか、はい、なんかね不思議なあの小説隠しなんですよ。 ああはいそれ見たことありますそれ映画化したやつですよねそうですね鴨川ホルモーも映画化されててあの山田孝之があ,そうあの、はい、出てますけめちゃくちゃ面白いんでぜひ見てほしいですね、えー、これはね相当僕が好きほ<う>鴨川ホルモーあの京都を舞台にした、はい、あの映画なんですけど、はい、結構そのマキメマナはかなり京都にゆかりがあって京都のテーマが京都が あの出てくる映画が多いんじゃないですかあれ違うかなカモカホルモーだけかなちょっと忘れましたけど。偉大なるシュラバボもそうやったっけ、はい、なんかね、不思議な映画をよく描く。映画というか作品をよく描くんですよ。プリンセス・トヨトミでしたっけはい。なんかそれはそんな不思議じゃなかったと思うんですけど。あ、本当っすかいや、プリンセス・トヨトミも不思議な映画やなって思いましたけど、ね。あ、マジっすか見てないからちょっとわかんないけど。はい、あのー、いや、すごい面白かったっすよ。なんか、 僕の勝手なイメージですけど、歴史サスペンス系な記憶なんですけど。ああ、まあそうですね。はい、あのー、いや、これはね、あのー、何だろう。何も知らずに見るのが面白いと思いま、ね、うん、はい、ですね。ほう。ネタバレ禁止。で。ネタバレしない方が面白いと思います。<laughs> 不思議やなーって思いながら見る感じです。<laughs> ほうーん、はい。ぜひ見てもらえると。はい。ミキ・プリンミキプルーンの人が出てきます。 中井貴一はい中貴一とあとは土見筒見新市でしたっけあ,あそうですね綾瀬はるかと岡田さきとはいうん、なんか出てきますでも鴨川ホルモンのが面白いですね<ー>僕的にはまあどっちも面白いけどぜひなるほどでその人のあのバベル旧作っていうなんか新しい小説が出たんでそれを読みました <laughs> なるほど、うん、なんかかひたすららビルの中から 一切出ないっていうキャッチコピーがついてたんで、はい、全部ビルの中っていうキャッチコピーがあった通りずーっとビルの中が,うんがあの舞台になってましたね<っ> <laughs>、うん、まあなんかちょっとこれも説明が難しいですねネタバレしないとネタバレしないようにしたら難しいまだ結局ちょっとねまあいいややめとくわ <laughs> やめてくこれはまあなんか映画になると面白いなって思いますけどまたまあそれもなるかもしれないですね、はい、そうですね って感じかな今週ちょっとあのあんまり進捗ないですけどまあそんな感じですはいでまた50分ぐらい経っちゃってるというね <laughs> いつも流れそうですねまた進捗が大事ですからね、はい、人生の進捗と一緒なんでこれそうですねどうですか皆さん100リストを作ったと思うんですけどあの進捗してますかね確かに周りでちょいちょいいたと思うんでうん 改めて見直してみると面白い,いそうですね。ぜひ見直して、えー、思い出してほしいですね。作った時の気持ちを胸に手当てて、なんでこんなやってたんだっけって思ってほしいですね。<laughs> はい、ぜひとも。僕もね、定期的に見直してるんですけど、はい、なかなかやらへんやつはひたすらやらへんなって思いながら見てますね。<laughs> なるほど。まあ、理由をちゃんと考えようってことですね。 なんでこれやるんかっていうことそうですまさに、うん、でえー、っとちょっとテーマなんですけど今週は今週旅について話したいなって思ってますほうあの人生って旅みたいなもんやと思うんで <laughs> なるほどはい旅行はいいんじゃないかってことですねはい真帆さんもイチゴ狩り行ってそうです僕も先週今週か先週か、はい、草津行ってきてはい あのスノーボーボド前ちょっと行くって言ってたと思うんですけど、はい、もうあと1回行くって言ってたあのスノーボードもう1回行って、はい、で草津行ったんですけどあれ草津にもそのスノーボーするとこがあるってことですかあそうですね草津国際スキー場っていうのがあって、えーま、結構あのコース的には初心者向けのコースが多くてあの中級以上のコースがほとんどないんですけど 広さ的にはは北海道とはやっぱ違いましたまあ北海道と比べちゃうとやっぱり北海道はすごい広いんで <laughs> 広大なんで、はい、やっぱり狭いといえば狭いですねはい、うん、そしてめちゃくちゃ人多くてやっぱり、はいまあ、北海道は広いから分散してたっていうのもあるんだと思うんですけど初心者の人もすごい多くてで結構細い道も多かくて中の林間コースみたいなのが多くてでその 結構初心者の人が詰まってて結構危ないですねなんか坂道みたいになって途中でちょっと勢いつけていかないとあの逆の坂道になってて止まっちゃうみたいなとこがあってあ、はい、みんなそこに溜まってて <laughs>、ね、すごい危なかったですね確かに立ち止まってると危ないですね <laughs> そうそうぶつかる可能性がそうそうそんなんやったな、はい、まあ人多くて、まあ、スノーボードは順調にあの上達してきてるんじゃないかなと思うんで 来年もも頑張ろううかなっていう感じでですね、はい、でも草津温泉がね、最高に良かったんで、それちょっとぜひ紹介したいなと思うんですけど、やっぱ温泉のレポートっていうのは、このポッドキャストでしっかりやっていきたいなと思ってるんで。<laughs> あの、サムネにもデカデカと交互よくって。<laughs> あれ写真どこなんでしたっけ何や <laughs> すかあのサムネの写真、あれ温泉っすよね、確か。あれは、どこの写真やったっけな杉さん撮った あれ、草津ですわ、<あ>そういえば <laughs>、はい。今回行った時のやつじゃなくて、はい、あの前に草津行った時の写真ですね。ちなみに前はいつ行ったんですかあれ、前いつ行ったんかなちょっと待ってくださいね。前行ったのは3月に行ったんですよ。誕生日に行ったんで、それだけ覚えてる。あれ、つ行ったんやな。3年ぐらい前、4年ぐらい前かな ?3 年前くらいかなうーん、データが残ってらずうーんと。かなり前やな。 平成27年ってことは4年前ですかそうっすねうん4年前です4年前も行ってきたと4年前に行ったんすよねでもう一回行ってきたとでえー、っと今回はえ渡、ー、の湯源泉とえー、っと磐梯港源泉とあと湯畑源泉かな入ったのは まあ正直それがどういうものなのか分かんないですけどそういう <laughs> そういう温泉が草,草津にあるとんですよあるんですよ、うん、で磐梯湖と湯畑源泉はものすごい一般的というか結構いっぱいいろんなとこで入れるんですけどあの今回その綿の湯源泉っていうのがあんまり入れない入れないというかそ,そんなにない,ないんですね入れるところがでそれに入れたんですよねあのホテルに着いててテルメテルメっていう 温泉施設があの併設していてそこに、えー、あ,あったんですねの湯源泉がで、えー、その温泉の真ん中部分にその絵があって男湯と女湯とどっちもつながってるんですけどあの時間交代で30分交代で、はい、あの入れる時間が決まってるんですねほ<う>で例えば5時から5時25分までは男湯で、はい、5時半から 6時までは女性だけみたいなっていう時間が決まっててでなんかそこであのー、何湯もみ体験とかできたりとかああ<ー>知ってます湯もみって知ってますあの有名なやつですよねそうです歌歌いながらやるやつそうそうそう,そう,うですよねそうですそうですで結構それぐらいやるぐらい、えー、温度が高くて44度とか43度とか、うん、であのー、かなり温度が高いでピリピリしてる感じで でなんか入り方とか空いてるんですけどどう入るかっていうとまずふくらはぎと足先にあの15回お湯かけて<う>で次は頭からあのタオルかぶってその頭の上から30杯かけると温泉を、はい、それをすることによって湯あたりを防ぐらしいですねなるほど、うん、でその後3分間型まで使って で次に溝内ちまで使って3分間。<う>で足湯にするっていうのを一セットでやると。えー、デえ。ルてのがの入り方らしいんですけど。はい。なんか入りすぎて25分しかないと思って。はい。もう頭痛くなっちゃったね。<laughs> <laughs> まあお湯が熱いのもあるんですかね。めちゃくちゃ熱い。44度ってかなり熱いじゃないですか。はい、それ3分入って。 また散歩履いててずっとやっててなんかもうぼーっとしてきてはいでその男湯の時間終わったからさあ水風呂やと思ったんですよはいさあ水風呂なくてほうどうすんねんってなったんですよはいマジでどうしたんですかいやあのね何ていうのかなあの蛇口からひねって水浴びるしかないあのシャワー浴びるしかなくてこれがまたあのシャワー全然水出なくてあったかいんですよねほう めちゃくちゃゃ辛くく辛ないですかもうあの多分、マゴスさんわかると思うんですけど、温泉というか、そのめちゃくちゃ暑い、もう水風呂に入らせてくれっていう状態の時に、水風呂に入れないって、多分すごい辛いと思うんですよね。そうですね、辛いっすね。ですよね。で、はい、僕が気づかなかっただけなんですけど、あったんですよ、実は。あったんですかあったんですよ地下に。地下1階にあったんですよ。 近いあの別のフロアにあったんですよえそんな,なんか入り組んだ構造なんですかあの脱衣所から階段を降りてサウナ部屋に行けるっていうのがあって別の階にサウナがあって、はい、でそこはつながってるの全然気づいてなくて最後に気づいたんですけどだから水風呂あったんですけど水風呂気づかなくてでまあそれもあってずっと暑い中また磐梯湖源泉もあの併設してるんでそこにもまた無理やり入って。 暑、はい暑い,いと思いながらでも入るのはもったいないなと思ってその、はい、あの暑いなと思いながらまた暑い43度の厚湯に入って、はいうん、もう死ぬかと思いましたね <laughs> 本当に <laughs> その後なんかボーリングとかもできるんですけどその、はい、旅館カラオケとかすごいなんかいろんなものが揃っててビリヤードとか卓球とか。 なんかいろんなことができるっていろんなことやろうと思ったのにもう温泉入りすぎて頭痛くて、はい、もうそこ寝ちゃいましたね <laughs> 大変だ <laughs> 温泉入りすぎよくないっすよはいいくらいいとはいえそれは僕は言いたいっすねこやっぱちゃんと水ぼろを確認しましょうっていうことですかねそうですね一をちゃんと確認して入ったほうがいいっすね、はい でそのまたその水風呂が鬼みたいに冷たかったっすよ。<laughs> 本当に。暑いし冷たいし。いや本当に。あの北海道で氷点下の水風呂あったって言ったと思うんですけど。はいはい。あれよりも全然冷たくて。なんかあの入ったら痛いんですよ。痛い痛い。もうあの普通はそんなことないと思うんですけど歩いたら冷たすぎて痛いんですよ。はいはい。 あの、氷水に手入れたら痛ってなるんじゃないですか、なんか。わかりますわかります。痛い痛、はい痛い,い,いってなるんですね。そんなぐらいのレベルの痛、あの、冷たさで、多分14度とか、下手したらもっと低いかもしれないですね。相当冷たかったですね。うん。おすすめですね。冷たい水風呂に入りたい人は、テルメテルメ。<laughs> おすすめです。<laughs> なるほど。普通に結構良くて。で、その、次の日、その、渡の湯っていう、その、真ん中の、 時間交代のところで、虫風呂体験っていうのができたんで、虫風呂っていうのは、その綿の湯で25分間交互に入って、あの、な交互っていうかその、順、あの、一サイクル、何サイクル、3サイクルぐらいあるのかなその、肩まで入る、水落ちまで入る、足湯入るっていうのを、一サイクルとして3サイクルぐらい入って、で、その後、あ暑いじゃないですか。はい。その暑い状態のまま上がって、 今度は布団に入れられらるんでそう,う布団に入れられてその上から毛布かけられて、はい、もう身動き取れない状態になってで水目の上だけ冷たいタオルを置かれてあとはもう密封されてで30分間寝ろっていうんですよそれ一通りの流れが虫風呂なんですかそうですそうです、えー、その風呂で寝るあ風呂というのは布団で寝るまではいはい もう汗だくさすがにですよねもうだくだくですよはいでね汗めちゃくちゃかくから、はい、あの汗がこう伝ってきて耳の中入ってきてもう耳かゆってなるんですけど、はい、でも,もう気をつけした状態でこう布団に入ってるからそれ拭くわけにもいかないくてもうあら,あらゆる場所がかゆくなってくるんですよはいあの汗でつら、はい、かった <laughs> 30分、ねね、寝てなさいって言われるんですけど、眠りなさいって言われるんですけど、眠れない、そんな、汗だくやから、こっちも。はい、でも、汗だくなって、でも代謝がすごい、多分良くなってるでしょうね、それで<う>、うん。びっしょびしょになって、すごい良かったなあの、前言ったと思うんですけどあの、酵素風呂みたいな感じですね。はい うん、あれぐらい汗かいたんで、多分その冷え性の人とかも、まあ、結構いいんじゃないかな。代謝あんまりよくないよという人はぜひ草津のテルメテルメで、あの、綿の湯、蒸し風呂、ぜひ行ってほしいなって思います。なんか今まで聞いた感じだとすごい辛い思いしかしてないように。<laughs> <laughs> なんか最初旅はいいぞだったのに、こんな辛い思いしましたしか、ちょっと <laughs> 聞けてない気がして大丈夫なのいやね、もう、それありきなんですよね。それありき。 いや要はサウナとかもつらいですじゃないですかつらい,、はい、いけどもやっぱりその解放されることによって良いというかつらいなーって思いながら最後水風呂入るからよかったってなってで水風呂も冷たいなって思うねんけどもう一回あったかいの入ってほっとするというかそのまあ交互欲がいいわけですよね。そのやってる時はすごい辛いけども 辛いというかそのあのしんどいけども後で良かったって思うんでおすすめですじゃあ結論的には良かったということでいいですか結論めっちゃ良かったなるほどめっちゃ良かったですはい最高でしたねなるほどあのね草津行ったことある方、はい、いらっしゃると思うんですけど草津はすごい賛成なんですよめちゃくちゃピリピリするあの入るとはいはいだからなんかな効いてる感じしますね おうん、なんかいろんなものがこう焼、はい、け死んでいってるというか大丈夫うのかな金が金、はい、がもう全部吹っ飛んでいって、はい、相当ピリピリしてますねはい、はい、どうやらあの一番ピリピリするのは多分湯畑っていう見たことあります湯畑っていやわかんないですねあの木のなんか枠みたいなのが並んでて 滝になって,てるんですけどああ見たことあるかも、はい、あれもぜひ見てほしいんですけどすごいいいですしあの近くにある温泉があのめちゃくちゃいっぱい酸性になってるんでへえ<ー>すごいですよだってあの西の河原源泉っていうのが西の河原温泉っていうのがあるんですけど、はい、めちゃくちゃ広いあの何露天風呂があるんですけどそこはなんと1万5千リットル毎分湧き出てるらしいですよ温泉が。 それがかけ流されてるみたいな。そうです。ええ<ー>。やばくないですか。あ、至る所で。あの。脇出てるんですよ。ほ<う>歩いてたら。はいはい、すごいですよ。で、温泉街として。すごい。なる草津。最強だと思います。草津。最強。はい。草津最強説。<laughs> いや、もう、その辺にあるんですよ。温泉が。あ、らしいです。その辺ってか、その。男よ女よって書いた。 施設がもうあちこちにあって、はい、もう温泉入ってくださいっていう感じなんですよ、街、うん、全体が、えー。はいはい、うん。ぜひ、草津行ってほしいですね。旅はいいですね。はい。どうですか、真心さん、旅は旅ですか。人生に旅はどういう位置づけなんですかねどうなんですかねでも僕、あんま旅しないかもな。いや<で>、<近>でも一部。そうですね、それくらいなんですよ、久しぶり。<laughs> 超久しぶりに旅して。はい。 さんよく旅行きます旅は行きたいなぁ。行って。<の>うん、北海道も行きましたもん、ね。北海道も行きましたね。今年は北海道と草津と行きました、ね。はいまあ、僕は今回のバスツアー以前だと全然思いつかないですね。あ、そうですか。はい、旅。海外旅行とか行,か行きますいや、めったに行かないですね。最近一番直近だとどこですか海外ですかはい。 どこだろうな多分、イタリアつっても,もう6年以上前。ほうほう。それが最後かもしれないです。イタリア行ったんすか行きましたよ、イタリア。じゃあちょうど僕も同じかも。6年以上前ですけど、イタリア行ったのが。はい。最後ですね。はい、イタリア良かったっすね。イタリアいいですね。あの歴史が好きな人は、すごい楽しめるかなって。はいはい。イタリアどこ行ったんすか大体有名な都市に回りました。ローマ、ミラノ。うん。 フィレンツェとかはいろ、はいろ、まあ、ベネチアとかベネチアも行きましたはいはいミラノはどうでしたミラノはあんま覚えてないです <laughs> 僕もねミラノはね正直ちょっとこんなこと言ったらミラノの人怒られるかもしれないですけどミラノは行かなくて大丈夫です <laughs> <laughs> 本当に東京とそんな変わんないんでミラ,ミラノはデパートでトイレ行った思い出しかないですね <laughs> <laughs> 何の思い出やんですか何か思い出があるんですかそこに。いや、全然ないっすけど。何か盗まれたとか。いや、大丈夫です。そういうのはないっす。ないんですか何か変わったことがあったんですかそのデパートでトイレ。いや、もう、特に何もなかったんですけど。他に絶対ありませんよね、ミラーの。だって <laughs>、デパートでトイレって、普通に、普通に東京でもあるじゃないですか。いや、でも全然覚えてないですよ。そんくらい覚えてなくて。なるほど。何したっけなっていう感じですね。 僕、ミラノ座ミラノじゃないか、スカラ座はい。に行きましたね、ミラノだと。ああ<ー>。全然分からなかった。<laughs> <laughs> 屋根裏部屋みたいなところしか空いてなくて、はい、当日行ったんですけど、全然何やってるかもさっぱり分からない。なんと,、ね、とか、ね、なんとか、なんとか町長みたいなやったやったかな。なんとか町長。うん。町長夫人はいはいはい。だったかな。いや、違う気がするな。忘れちゃったな。 違う気がする。まあ、何か忘れたんですけど、はい、やってましたね、オペラ。一番楽しかったのはやっぱローマが楽しかったですね。あ、ローマ。はい。ローマ、殺せよとかですかそうです。僕、前話したかもしれないですけど、古代ローマが好きで。はい。なんか古代ローマ好きな人はやっぱ遺跡とか普通にあるんで。確かに。それがすごい感動しましたね。前話した気がするのなんか。確かにな。はい古代ローマいいっすよね。そうです。古代ローマ、うん。 ローマ<箱>なんかね、はい、写真撮ってくるおっちゃんとかいましたよね。<laughs> 前この話した聞きますね。<laughs> あの話しましたねこれ。結構最初の方が、うん。うん。なんかなんだっけリストバンドじゃなくてなんだっけミサンガーミサンガをつけてくるやつがいるから気をつけるみたいな。<laughs> <laughs> なんかこれ話した覚えありますね。これいつやったかな結構最初の方に話したかも。なんでこの話になったんだっけ忘れちゃったな。<laughs> あもう忘れちゃったな。忘れましたね。ねなんかこの話したな。<ょ>あの、小ーーかるうん予約しろとかなんかそういう話した記憶あるな。先週末はイタリアにいましたっていうのができましたけど、僕ら <laughs> イタリアいたんですかあこれあれか、ホホリエリエモンか。<laughs> どこ出てこうへんな、イタリア。でも絶対話した記憶ありますね、これ。<laughs> <laughs> もういつ話したか分かんないくらいもう,もう17回ですかね18回だっけはい,だいぶ17回17だいぶ続いてますからね確かに、はい、でもやっぱり海外に行くといろんな人がいてその価値観とかが変わったりとか、はい、まあそういう体験になる気がしますね旅そうっすねまあ僕結構デブショーで家に行っちゃうんですけどまあいざ行ってみるとやっぱ楽しいっつうことありますよねうんなんやろうな何がいいんやろうな旅って すごいいいと思うんですけどあの僕がちょっと尊敬してる人がいるのでちょっとって言うと失礼ですけど、はい、あの出口さんっていう人がいて、はい、これもなんか前言ったことあると思うんですけど出口さんっていう人がいてほ<う>、あのー、春明さんですね出口春明さんっていうライフネット生命の社長、はい、創業者か元創業者ででなんか今は立命館アジア 太平洋大学の総長、学長をやってる人なんですけど、この人が、あの、なんだっけな、人生で大事なことっていう、なんか、なんやったっけな、出口さんが、読書と旅と人、本、旅っていうのが大事だみたいなことを言って、ね、るんですよね。ほう。うん。だから僕も本や、本は読もうと思って本読むんでる。なんで旅がいいのかっていうのは僕読んだことないんですけど、この人がなんか、 旅が大事だみたいなことを言ってて、はい、人に会う本を読む最後の旅は現場のことです美味しいパン屋さんができたら行って買って食べて初めて美味しさが分かります脳に刺激を与えなければアイデアなんか出てこないんですよって言ってますねじゃあつまり実際経験しろってことですね確かにそういうニュアンスが強そうですね単に見聞きして知った感じになんじゃなくて、うん、実際自分で行ってみろということですねそう,そ,うそういうことですね、はい 僕ついおあの同じとこ行っちゃうんですよね草津 <laughs> 草津もそうですし、はい、イタリアも2回行ったんですけどマジっすか 1>, 1回行ってすごい良かったなって思うとやっぱもう1回行っちゃうっていうかああ<ー>はいそういうのないですかうーん僕はないかもなああ本当っすか 2>, 2回行った旅行先って僕ないっすね多分あっ当っすか今まではい国内も 国内もナイス。確かにいいなって思うのは山ほどあるんですけど。はい。かといってもう一回行くっつったら実際ないっすね、うん、今まであ、そう。はい。ふぐいっちゃうな、ついつい。ほう。同じとこ。マジっすか。まあやっぱ良かったなってなりますもん。草津も。<ほ>北海道も。ほかに、ほかに二回行った旅行先あります。北海道の前これ言ったかな、光別湖っていう。はいはい。知ってます 名前わかりますあの湖があるんですけど冬場は凍っててあの湖全体が凍ってるんでその上になんか氷の鎌倉作ったりとかしてなんかアイスバーっていうあのお酒飲めたりとかあとはなんか露天風呂氷上露天風呂作ってたりとかあとはあの。 なんだろう教会みたいなのがあってそこで結婚式挙げる人がいたりとか結構ちょっと湖の上に町があるみたいな感じの、えー、なんかあるんですよね。はい、そこは2回行きましへ、ね、えー 1> うん。1回目行った時にすごいよくてその人がほとんどいなくてなんかこう落ち着いた環境でなんか氷に囲まれてお酒飲むっていう体験はあんまりできないんで、はい、すごいそれがよくてもう1回行ったんですけど。 2>, 2回目行った時なんか時期が悪かったんですか知らないですけどめちゃくちゃ人がいてもうなんかサウナかなっていうぐらいあの鎌倉の中ですよそのアイスバーで氷に囲まれた中なのにめちゃくちゃ暑いんですよ人の熱気でそれ溶けそうじゃないですか大丈夫ですかそうなんですよでも全然溶ける気配ないですけどでもなんかすごい暑くてなんかなっていうそのこういうのじゃないねんけどなみたいな求めてたのはみたいな。 っていう感じでやって次から行かなかったんですけど、まあ、やっぱりこう流行りすぎてなんかこう人がたくさん来るようになっちゃうとなんかちょっと餃子めしちゃうというか、はいうん、みたいなのはありますねなんか誰も知らないこう穴場感みたいなのは結構僕は結構いいなって思っちゃうというかなるほど、うん、でふるさと納税も一回やりましたからねそこはそうなんですか村に、はい、ちなみに何がお返しできたんですかハンバーグ 肉とかハンバーグが来ましたね、はい、北海道は毎年ふるさと納税でやってますね他にもなんか納税したとこあるんですかお米はいはいお米もらえるところどこだったかな北海道のどこだったかな忘れちゃいましたけど忘れちゃいましたねなんかどっかでありました、ね、北海道のお米かうんか旅行ったら旅先を気に入ったらやっぱり 納税したいっていうのはあります、ね、いいっすね。頑張ってほしいというか、うん、現場に行く、まあ、あとはあれですかね、やっぱり世界を広く見れるっていうのはあるんじゃないですかね、旅すると。はい、例えば、例えば僕らってやっぱり、東京のこのど真ん中でせせこましく暮らしてるわけですよ。はい <laughs> もう通勤電車でもう満員電車車で満員に揺らられながら あの狭いって思いながらあの暮らしてるわけですけど、はい、そうするとえてあのややもするとやっぱりその限られたその狭い世界が全てなんじゃないかって思ってしまうことがあるわけですよ。はいはい、例えばわかんないんですけど仕事で嫌なことあった,らあったとしてもその仕事っていうのが、まあ、生活のかなりの中心を占めてるんで要は毎日。 何時な8時間時間て八時間ずっと働いて平日っていうその仕事中心の世界で生きてくると仕事で例えばいいようなことがあったらまあなんかそれに全部締められてる嫌なことで全て締められてるんだっていうような思いになるかもしれないですかられるかもしれないですけど食べに出るとこう何だろうそんなこともまあ些細なことだったんだなというかより広い世界が待ってるというか 旅,旅先に出るとこの旅先で自分のことを知ってる人なんて一人もいないんだなって思うと世界はなんて広いんだっていう気持ちになりませんなるほど、うん、なりますねなりますよねなんか、はい、だからその日本国内でもそうなのにもうあの世界に行ったらも,もっとそうじゃないですかはいはいだからこのまま例えば家帰らへんかっても誰も 見つけられへんやろなっって思ったりしますよ僕はその旅先でははい、はい例えばあのイタリア行ってイタリア行って僕は日本帰らへんかったら日本の人絶対僕見つけられないと思うんで <laughs> そうすすね <laughs> ですよねでよだからあのやっぱりそう考えるとやっぱり世界って広いんだなっていうこと考えるきっかけになるというかはいまあその別に何があったって死にはしない まあ死ぬかもしれないですね普通に <laughs> わかんないですけどまあ死にはしないってことないんで死にますけどなんだろうなあのまあ世界は広いと、はい、今悩んでるようなことはちっぽけなことだと地球規模で見れば<お>っていうようなことを考えるきっかけになるんでまあ旅はいいんじゃないかなって思いますね気持ちの切り替えができるってことですねそうですね、はい、うん確かにうんどうですか旅は旅な どうなんですかね結構人によって好きな人とかいますけどねやっぱ僕みたいな人は結構意識的にやんないとあんまいかないかなって思いましたねなるほど、はい、僕もどっちかっていうとそんなにいかない方なんですけど、はい、僕の友人とかはすごい行ってますね海外とか海外とかあとあの岡カマイラーって人がいてえ <laughs> 岡オマイラーってします分かんないっすあの要はマイルをああ<ー>マイルって 飛行機に知ってる普通は知ってますそれ <laughs> そうじゃなくて飛行機に乗らずにマイルを貯めるっていうんでオマイラーって言うんですけど <laughs> そんなことできるんですかできます、えー、できますなんかねポイントサイトとかでそのあるんですよクレジットカードとかを登録するとはいはいそれのあれでマイルがもらえたりするんですよへえー、なんかすごい人になると飛行機に全く乗らずにオお構い るだけでなんか年間40万マイルとか <laughs> 貯める人はいるんですよ。そのテクニック年間万マイルとか。そのテクニック知りたいっすね。いや、あるんですよ。なんかいろいろテクニックあるんですよ。<ー>これ読んだことあるのは難しいんですけど、はい、これ40万マイルって何かというと、特典航空券ハワイビジネスクラスが多く6回分らしいですよ。えー、<laughs> すげえな、それ。すごいですよね。 やる飛行機に乗らずにできるらしいです。はい、なんか裏技があって。それ知りたいっすね、えー <laughs> いや。それはすごいやってる友達がいるんですよね。はいどれどれオカマイラー。オカマイルで、なんかすごい有名な人がいるんですよ。オカマイラー。オカマイラー業界のなんかこう <laughs> 有名な人がいるらしいんですよね。えー なんとかさんっていう、忘れちゃいましたけど。オカマイラーでこの人知らん人おらんよって僕、あのご、午後 <laughs> された人がいるんですけど、<laughs> 友達に。えー、<laughs> 全然知らんよ、そんなんって言ってたんですけど。で、このオカマイラーの人が、その、マイル、はい。貯めて、で、それで旅行に行くみたいな。えー、やってますね。か修行って言われる、はい。知ってますそれ乗る人っすかあのね、 マイル修行っていうのがあ,あって、はい、これまた変わったらよう分からんやつなんですけどジェ,ルジェルかアナかの、はい、そのなんか上級会員みたいなやつがあってそれ知ってるかもれ、うん、それで撮るためにひたすら沖縄と東京を往復する飛行機に一日何回も乗るっていう <laughs> それテレビで見ました <laughs> 見ましたジャニーズの誰かが、ま、その人で、はい はい、修行僧と呼ばれてるみたいな <laughs> そうそうそうそ,うそれで北海道や何やらすげえビンビン飛行機乗ってそうっていうのを見ましたねいや本当にずーっと乗ってるみたいな本当無駄ですよね <laughs> いやこんなこと言ったらあの怒られるかもしんないですけどほういやそうその僕の友達はなんかもう子コンドームを鼻出しんですけど、はい あのマイル貯めるために出張入れてるって言ってました <laughs> あそのマイルはいただけるんすね <laughs> あのだから多分出張で得たやつは全部自分につけてるんじゃないですかなるほどそういうのはよく聞きますけどねはい、はい、昔そのよく出張が多い人はマイルめっちゃ溜まっててそれで旅行行くとか、はい、そういう話は聞いたことありますけど友達はもうマイル貯めるためにあの出張入れてるって言ってました うん、でなんか他の人でもいいんやでって別に俺がいかんでも全然大丈夫やねんけど <laughs> あの先方が先方が僕じゃないとって言ってるんですとかって、はい、なんか無理やり自分がいけるようにこうなんかやってるって言って本当、ね<ー>えー、最低やなって言ってきましたけど <laughs> <laughs> ほんまにだいぶグレーですねそれ。<laughs> グレーっていうかもうアウトでしょうね。<laughs> <laughs> 講師今度はやーって言ってました。ね、なんか <laughs>。もうど堂々としましたね、その人は。堂々って言ってました。楽しなってきたな、最近仕事がとか言って。<laughs> まあ、その出張、人 <laughs> が多い仕事でよかったっすね、それ。そう,そうそうそう。<laughs> 出張なんか無理より入れるために、その案件取ってきてるって言ってましたね。えー、まあ、でも会社にとっても、 いいことなんやって言ってましたね。その人の名誉のために言っとくと、あの一応その楽しみながらあの仕事でもちゃんとこう成果を上げるということをやってると。それがある意味仕事のモチベになってるのかもしれないですね。そうですね。相当なモチベーションになってるみたいですね、<laughs> どうやら。危うく自分が行けないときに同様にその案件取られそうになって、あの無理やり交渉した <laughs> すごいな。 もう先方の社長さんが「僕来てほしいって言ってるんですよ」ってこうやって言ったってもう最低やなってほんま言っときましたけど <laughs> <ー>今日もそれで来たんや言うて堂々と <laughs>、はい、出張で東京来てました、ね、なるほど<ん>そのオカマイラーちょっと気になりますねオカマイラーぜひ調べてなんかいろいろあるらしいんですよね オカマイラ御用達のクレジットカードとかもあるらしくて、えー、うん、SPG アメクセとか,かな、なんか、そういうあのー、クレジットカードがあって、はい、それはその、なんだかな、その年間、結構一万二千円とかの、もっと方、二万円ぐらいだったかな、忘れましたけど、あの年会費かかるんですけど、そこから、あのー、ね、毎年、その一泊、はい、あのー、無料で、なんか、マリオット。 マリオネットやったか、マリオットやったから、家族家の,の宿泊券がもらえるみたいなやつがあって、それはなんか、アメックス、アスピ p ジアメックスっていうのは、そういう旅行をよく行く人は絶対取ったほうがいいって、へ<ー>言うてました、その友達が。ちょっとそれ、 オカマイラーのやり方とメリットちょっとあとで調べてみますわ <laughs> そうですねぜひちょっとあの教えてほしいですね、はい、僕もね何回もき聞くんですけどね難しいなと思って <laughs> <laughs> やれないんですよ、ねえー、なんかそのマイルって、はい、あの何に変換するのがいいかっていうのが結構なんかまちまちらしくてほ<う>それは結構面白かったですね、えー、そのマイル のの変換効率の話、はい、一番、あの一番何やったかな、その効率が悪いのが、その穴コインっていうのに変えるのが、ちょっと待ってくださいね。<laughs> 思い出したあ。何やったっけな穴パパさんやったかな穴 <laughs> <laughs> パパさん。穴パパさんっていう人があのい,るいるらしいんですよ。この人がすごい有名な人らしくて、穴とマイルのパパじゃないっていう人たちが出てきた。うん

ファーストクラスとかに変換するのが,が効率がいいよっていう話で、ここに表になってるのかなそうそう、これこれ。国際線のファーストクラスは1マイルあたり13円になるらしいんですよ。なんだけど、アナスカイコインに変えると1.6円なんですよ。なるほど。1マイルが。だからその、何に変換するかっていうのが結構大事。国際線ビジネス。 国際線ファーストクラス国際線ビジネスクラブクラス国内国際線エコノミー国内線航空券みたいな,、はい、なんかいろいろな順番があって必ずしもその1万枚で貯めたからといってそれをないくらに買えれるかっていうのは結構その何に変換するかで,あるでまあでもファーストクラスでどっか行く予定がないとダメですねこれ <laughs> 確かにまあ少なくとも1.6、はい、円とかにしたらいいんじゃないですか で結構これ大事で、僕、はい、アメックス使ってるんですけど、はい、クレジットカード。なんか、ポイントって大体、1ポイント0.5円なんですよ、アメックスって。なんですけど、その、1ポイントをマイルに変換すると、1ポイントを1マイルに変換できるんですよ。すると、結果的に、アナスカイコインにすると1.6円じゃないですか。だから、もともと0.5円やったやつが、1.6円って3倍ぐらいにできるんですよね、ねアメックスの。 って考えると、その単純にそのなんか結構商品とかにあ,あのクレジットカードのポイントを変換するとかってあると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、一番変換効率の高いものに変換した方が、まあ、得やんねっていう。なるほど。うん。孫さん何変換しますクレジットカード、ポイント。クレカは大体んだろうな。あんま計算してないですよね、そういう詳しくは。うん、でも変換。大体アマゾンのギフトカードみたいなのを配達しますね。 はははいはい、はい、はい、そうそうなんかそれもなんかいろいろ工夫すると、はい、結構倍ぐらいになったりするんで簡単にマジですえー、なんか結構工夫した方がいいですよ、えー、じゃちょっとそのまさにライフハック的なものだと思うんですけどそうそうあったら知りたいっすよねいやそうなんかいろいろあるらしいんですよなんかこのポイントを一旦ここに変換した後にこれに変換して最後ここにいくと一番効率がいいとか <laughs>、えー、<laughs> なんかね なんとかルートなんとかルートとか言ってそういうねか細かいテクニックをね極めてる人たちがいるんですよ<お>世の中には、うん、なるほど、えー、でなんか空地下ルートっていうのがあったらしいんですよ昔はいでもそれ閉じられてしまったって言ってなんか大騒ぎしてましたよねへえー、その空地下カードっていうのがあるんですけど、はい、メトロの、はい、でそれを経由するとすごいあの絶大な力 <laughs> 発揮するっていう, <laughs> そうなん謎の <laughs> そうすごいおも面白い世界ですよね。なんかこの交換レートがどううまくできるかっていうのなんかいろいろ工夫すると、えー、それ全然調べたことなかったんで調べてみようかな、うん。そうなんですよ。結構バカにできないですからね。2>, 2倍3倍はやばいですね、それは。<laughs> いや、本当に本当に。ぜひとも皆さんの あのポイント人生に影響があるといいかなと思いますまあもし皆さん知ってたら、はい、なんかいい効率がいいポイントルートしてたら、うんね、IQ o L スイートで知りたけあのクレジットカードはアフィリエイトの効果がすごいらしいんでねほ<う>、はい、このポッドキャストでもそのアフィリエイトでがっつり稼いでいければなと思いますね <laughs>、はい、まあどうやるか分かんないですけどはい、えー 結論的には旅はいいと。旅はいい。ポイントも大切ですポイントも大切。なところですか。今日は1時間40分なんでね。でねはい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。